皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、大晦日がトレンドに入っていてですね、特にこの記事が上に上がっていたので見ていきたいと思います。グダグダすぎて見ていられない日テレ、笑う大晦日は期待外れ、厳しい声相次ぐということで、まあ今年の大晦日は笑っていいらしい、そんなナレーションとともに始まった2021年12月31日の生放送番組、笑って年越したいと、笑う大晦日に、視聴者からグダグダぶりを指摘する声が上がっていると。で、同番組は20年大晦日まで放送されていた、ダウンタウンのガキの使いやら編での、笑ってはいけないシリーズの、後継番組として期待が集まっていたと。まあ今年はね、ガキの使いがない、笑ってはいけないシリーズがないということで、まあ結構そのつまらないというかね、寂しいって声も結構ネットで見ました。で、まあその代わりとねなった番組がやっぱ期待が大きかったっていうのもあると思いますけど、まあもう始まってんの、始まってますよと。オープニングの MC 紹介とドローン演出後の CM が開けると、画面はメインスタジオに切り替わった。すると MC を務めるナインティナインの岡村さん、バナナマンの設楽さん、千鳥の大悟さんが席に着く姿が映し出されたと。で、お願いしますと観客に挨拶する設楽さんだったんですが、もう始まってんのと。始まってますよ岡村さんと、すでにカメラが回っていることに気づいた。設楽さんが呼びかけると岡村さんは、さあ盛り上がってまいりましたと慌てて進行を始めたと。しかもこの時 MC たちのアシスタントを務める高畑さんはまだメインスタジオ内におらず、岡村さんは高畑さんちょっと急いでくださいと、舞台袖にいた高畑さんに呼びかけで、ほどなくして、席に着くと番組はなんとか本格的に稼働を始めたということで、まあスタートからね、冒頭からちょっとグダグダな感じが出てしまったということなんですが、で、まあ冒頭からね、進行が乱れてしまったことに関しては、まあ笑う大晦日ちょっとグダグダじゃないと、これを生放送で6時間もやるのをちょっとグダグダすぎて見ていられないといったツイートが、多かったと。で、CM 明けなどに、進行が乱れるといったシーンはその後も、散見されたからか、中継先との連携や、ライブ放送のうまくいってないグダグダ感が伝わって、安心して見ていられんかったなといった声も上がるなどしたという風になっています。そしてですね、控えの MC が酒を飲み始めたと。番組では MC が、計9人、そして高畑さんも含めると、まあ、10人が進行を務めていたんですが、全員がメインスタジオに同時に入るわけではなくてですね、メインスタジオにいない MC は楽屋と呼ばれるサブスタジオで待機するという体制と、しかしそのサブの中にもですね、グダグダを感じる視聴者が出ていた。で、サブのスタジオの中ではですね、折り込み式の席に控えの MC がついていたんですが、その机の上には豪華な料理がいくつも、でさらにビールやサワーといったお酒もあったと。で、まあ楽屋というよりは宴会会場という雰囲気だったと。で、そういう雰囲気の中ではですね、酒が進まないわけはなく、番組序盤で控えに回っていたナインティナインの矢部さんや、日村さんで千鳥のぶさんなどはある程度、まあ、出来上がった状態になってしまっていたと。で、このためメインスタジオの大吾さんからは、誰か一人ぐらいしっかりしなさいといった指摘が飛ぶなどしたほか、視聴者からは芸人が酒を飲みながら内輪で盛り上がってるのを見させられてもねといった声も上がるなどしていたと。また、9人の MC が3人ずつメインスタジオに交代で入る中、番組の冒頭から最後まで高畑さんはメインスタジオで進行を務めたと。まあ、その姿には、まあ、お風呂入ってまたテレビ見たら高畑さんが頑張っていた6時間ずっとと称賛の声も上がっていた。その他でですね、高畑さんはほんまに可愛かった、みんな交代で裏に入って飯食って酒まで飲んでんのに一人表に出っ放しと、
交代で進行に参加するお笑い芸人の MC たちとの差を指摘するツイートもあったほどだと。ただ放送されていたコンテンツを見ると、あばれる君が厄払いとして行った人間大回転花火や、俳優の芳根京子さんが出演した学園ものコメディドラマ私立なりきり学園、さらには終盤には岡村さんが東京の日本テレビからヘリコプターで静岡県内の中継先に到着してスタント車両ごと落とし穴に落ちるなど力の入った番組構成も見られた。このため、今年はガキつかないから年越し見るもんないなって思ってたけど、笑おみそかがちゃんと面白いので満足していると、番組に満足した声も上がっているというふうに締めくくられています。まあ難しいとこですけどね。まあその演出でね、わざとちょっと失敗した風なところもあるだろうし、まあ、本当にちょっとグダグダになっちゃったところもあるのかもしれないんですが、まあ、元のね笑ってはいけないの、まあ、クオリティというか、みんなが期待しているものの、まあ、レベルが高すぎてですね、まあ、なかなかその後にするっていうね、大役の気持ちも大変だなという気もしますが、まあ、これからね、もうまた来年もないとか再来年もないってなってくると、まあ、またね、まあ、大晦日の、まあ、格闘技で紅白でもう一つやっぱ笑いという部分を、まあ、求める声がね大きくなってくるのかなと思いますので、まあ、期待も、まあ、引き続きね来年高くなるかなと、まあ、今年ですね、今年の大晦日また期待するのかなと思います。今回は以上になります。よかったらチャンネル登録をしていただいて、また、別の動画もチェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。